アラバミサキとオゼット島アラバミサキは、アメリカ合衆国北西部、太平洋側のオリンピック半島最西端にある、ミサキである。ワシントン州の西部、クララム郡に位置し、北48度10分、成形124度44分11.8秒で、ハーイ州とアラスカ州を除いたアメリカ本土の最西端にあたる。ミサキの沖には、 陸系統のようになっている使え日や島があり、干潮の際は干潟を歩き島の西側に回ることができる。ここが干潮時の最盛端と言える。岬はオリンピック国立公園に属し、マカー族が住むオゼットインディアン居留地の範囲内にある。アラバ岬は国立公園のレンジャーステーションから3マイルのボードウォークを歩けば行くことができる。アラバ岬に対する、 波の侵食及び計測方法の違いから、オレゴン州南部のブランコ岬も真の本土最生端と主張している。なおアラバ岬はオリンピック半島の側面にあり、半島の突端はフラッタリー岬になる。岬の南1キロメートルの岩、ウェディングロックスにある先住民のペトログリフ。岬の名前は、この地を公開したスペイン人植民者。 ドン・ホセ・マヌエル・デ・アラバに由来する。彼は1794年、スペインとイギリスの間で起こった、北米西海岸の領土争いに仲介し、解決に導き、オレゴン・イ北が、イギリス領となる、ヌートカ条約の締結に貢献した。1834年初頭日本の戦国戦、ホジュンマ丸が14ヶ月にわたる、太平洋漂流の末アラバ岬周辺に漂着した。 トバから江戸へ米を運ぶ途中だった船は嵐に襲われ、北米に漂着した時には3人しか生き残っていなかった。彼らはマカー族に助けられたが奴隷として扱われ、アメリカ人に売られた。この中にいたのが後に日本語通訳となったオトキチである。マカー族はヨーロッパ人との接触による薬病により、人口が激減して勢力が弱体化し、ついには オリンピック半島の土地のほとんどを合衆国に割譲する条約を結んでこの岬付近の居留地に住むことになった。海岸沿いの湖、オゼット湖の近くには大規模な18世紀頃の遺跡が見つかりマカー族の多くの民具などが発掘されているが、これは地震による地滑りにより埋まったとみられる。 岬に至るトレイルの終点を取り巻く浜辺は、様々な種類の岩や小石で構成されている。これら豊富な種類の岩石の混合は、太平洋の波の侵食作用と、数万年前の氷河の侵食作用の両方による、ものである。ワシントン州天然資源局によれば、これらは、ミコケツ堆積物と呼ばれる、堆積物であり。 第四期に氷河によって削られた岩が海に堆積したものである。この堆積は最終表記の終わり1万4000年前から1万年前にかけて起こったと見られる。ワシントン州地質学マップはこうした独特の堆積物が太平洋の波の力で露出したことを示している。同様のものがピュージェット湾周辺でも見られるが外目から守られていない。 海岸部では稀である。ありがとうございます。